これより会議を開きます。この際ご報告いたします。本会期中当委員会に付託されました請願は15種111件であります。各請願の取り扱いにつきましては理事会におきまして慎重に検討いたしましたが、委員会での歳費の決定は保留することになりましたのでご了承願います。なお、お手元に配布いたしましたとおり、本会期中当委員会に参考送付されました陳情書は、コロナ禍支援として消費税を 5% に引き下げることに関する陳情書1件、また地方自治法第99条の規定に基づく意見書は、永久劣後ローン融資制度の創設を求める意見書ほか14件であります。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。第198回国会、古本慎一郎君ほか2名提出、自動車にかかる国民負担の軽減および道路交通の安全のために講ずべき措置に関する法律案、並びに財政に関する件、税制に関する件、関税に関する件、外国為替に関する件、国有財産に関する件、タバコ事業および使用事業に関する件、印刷事業に関する件、造幣事業に関する件、金融に関する件、証券取引に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対して閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず閉会中審査のため参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には参考人の出席を求めることとし、その人選および日時等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査のため委員派遣を行う必要が生じました場合には議長に対し委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣機関、派遣地、その他所要の手続き等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。